こんにちは、速稼塾の久保です。今日紹介するのは生活保護 YouTuber のね、あやさーちゃんですね。あやさーちゃん、改めなんか貧困 YouTuber みたいな形で始めるのかな。私のね、動画を見てる方ってのはお金を稼いでみたいとかね、誰かの役に立ちたいとか、いろんな思いを持たれてると思いますけども、少なくともね、経済的に豊かになったり自由になったり、私みたいにね、隠居してみたいって方もいらっしゃると思うんですよ。で、そこに現れてるテーマっていうのは、自由になっていくってことなのかなと思います。とりわけですね、自分の力で自由になっていきたいとか、楽しんでいきたい、幸せになっていきたいということが、共通して挙げられるのかなと思いますけども、その中でね、あやさーちゃんとの出会いっていうのはいつ頃になったかっていうと、もうかなり前なんですよね。私が速稼塾を始めて本当にすぐぐらいだったと思いますけども、実際に直接会ったのはネットビジネス勉強会みたいなね、そういうふうなイベント、ネットビジネスサミットか、そういうのが東京であって、そこに行った時にお会いしたのが初めてだったかなと思いますけど、それからね、ご縁を重ねさせていただいて、またね、改めて、仲見世で会うことができたりとかね、いろいろとオフ会に参加していただいたりとか、密にやらせていただいてます。あやさーちゃん東京にいらっしゃって、私広島なんで、本当にね、たびたび会うってことはできませんけども、それでもね、結構こう印象深い方でございます。皆さんね、あやさーちゃんをこれからももっともっともっと応援していただきたいですし、チャンネル登録をもっともっともっとしていただきたいと思うんですよ。それからあやさーちゃんはね、YouTuber として活動しだして、本当に短期間で600名というふうな友達をね、ゲットしたということですけども、いろんなところに取り上げられたりとか、著名人の方にね、見ていただいたりとかっていう部分もあります。あやさーちゃんの発信する内容っていうのは、本当に本気で困ったこととか、本気で悔しかったこととか、本気で幸せを感じた時とかね、そういうのを伝えてくださってるんですよ。やっぱりこれからの時代、本気で思うことっていうのはね、その瞬間その瞬間思うことでいいんですよ。だから昨日と今日言ってること違うじゃないかっていいんですよ。人はそういうものなんですよ。昨日思っていた常識とか、昨日思っていた幸せと、さらに1日分進化した、そして見識の深まった今日というものと判断基準が変わってきますから、だからね、いつも同じでないといけないってことはないんですよね。その瞬間その瞬間感じることはやっぱり違いますから、悔しさも楽しさもやっぱり違ってくるんですよね。やっぱりね、この違いに、むしろね、もう悪さとかね、ネガティブな感情ではなくって、違っていいんだとかね、分からなくていいんだってことなんですよ。素直に表現していくことがすごく大事だと思います。さあ、いろいろと申し上げましたけども、このあやさーちゃんなんですけども、これからですね、東京で本気で貧困に陥ったらどういう暮らしになるのかってことを、私たちね、見せてくれると思います。で、あやさーちゃんはね、2人お子さんがいらっしゃって、まだちっちゃいんですけども、私もね、ちょっとお菓子を送らせていただいたりとかしたこともありましたけども、本当に可愛らしいお二人のね、男の子と女の子なんですよね。それでその弟分として、うちの大和君みたいなのも生まれたみたいな感じがありましてね、近い将来今度は子供たち同士で、遊んでもらいたいなっていうところもあります。本当、家族ぐるみと言ってもいいぐらいのお付き合いをさせていただいております。では、あやさーちゃんのね、動画の方、これからどん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 更新していただけると思います。ぜひあやさーちゃんのね、動画を日々見ていただきたいと思います。チャンネル登録、あやさーちゃんの住んでない方はどんどんチャンネル登録して、そしてコメントをね、どん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 書いていただきたいと思います。きっとあやさーちゃんの動画とかね、人柄っていうのは、この私の動画を見てる方にぴったりだと思いますので、よろしくお願いします。それでは今度ね、東京のあやさーちゃんを囲んで、またなんかね、楽しいことができるといいと思います。最後になりますけども、新型コロナウイルス、武漢熱がね、かなり危険な勢いで、東京中心に日本中に広まっております。皆さんもご用心ください。特にね、東京都心部っていうのは、このね、コロナウイルスの影響をこれから本当にね、本気で感じることになると思います。ちょっと不安に陥れてもしょうがないんで、このぐらいにしておきますけどもね、風邪にはご用心、体を元気に保っていきましょう。それでは失礼します。